ああ、これ以上話すことはない。出て行きなさい。恩師、話しちょったん。そこラモハード博士の道具やけん、ラモハード博士。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。実験台にされとんやけん、いいような気持ちをわかんか。協力しとるって感じじゃないんやな。いかにも。なこれ、ところで。まあ、よう分からんけん、まあ、スルーしていこう。閉鎖中です。はい、了解、ありがとう。あ、ここ体験版の内容じゃ。サイオン観察官、任務。はい、ご苦労。実験現場のラボのスキャンは、まもなく完了します。あ、なるほど、ここで、ね、体験版につながってくるわけね。シェパード観察官は、ここにはいません。アシュセンおらんのかい。落とし物がありました。なんだい今日は。なんで手袋落とすんだな、お前。どういう行きさつで手袋落とすかな、あいつ。あ、しかもこれなんか、過去はつかめるな。お前、何があったんや、お前。これも過去にアクセスできるみたいだ。らしいね。こうか。今度はどんな失態を見せてくれるんだ、アシュセン。なこれ。え、なこれ。ああ、来た来た来た。あ、リリーでメンテナンスしよったって言ったよな。こんな感じでメンテナンスするんで。え、バーチャロンのフェイエンみたいな感じだったので。あ、またお前か、またお前か。なんかお前ちょいちょい引っかかってくるやん、お前。君はさっきのその部屋で何をしてたんだ。え、あ、えってなるわ。あいつ何か隠してる。怪しすぎにもほどがな。今朝は時計塔の扉の前にいた。一体何者なんだ。へえ。博士は寝室。いかにも事件現場っぽいところでないか、寝室って。お前、白衣の女の人のことはアッシュが追っているかもしれない。後で聞いてみよう。なるほど、あいつを追いかける末にちょっと落としちゃったんやな。いや、うっかりとかバイオハザードのクリスやん。今のはアッシュと、あの女の人は誰だったんだ。ああ、公式サイトでキャラクター紹介にも載っとったけどね。あの人あんなに暗躍しておるし。キーパーゼータ、通称リリーはこちらです。キーパーゼータ、リリーすごい名前なんやな。同行を許可されています。リリー、まだポットの中なのか。起こしてあげないと。あ、それよね、それよね。こっからリリー一緒なんじゃ。いいっすね、相棒。おお、姫様。ああ、開く？おお、仕草かわいすぎんか、こいつ。ちゃんと起きれたのな、リリー。偉いでしょ。ほんま結構喋るな、お前。調整が終わったのよ。また賢くなってしまったの。ねえねえ、どっちかったらあんまり喋らない春に比べたら偉い喋るな、お前。ほんま今はそういう気分じゃないんだ。嫌われてる。春は冷たいのに。こんな表情もするんじゃ。マイヤって誰だったっけ。マイヤは春にリリーの面倒を見る
るのを任せていったのよ。マイヤーって確か春に対して観察官になりなさいっていう指針を教えてくれた恩人みたいな人か。確かビリーに僕のサポートを頼んでいったの間違いだよね。どっちも同じことなの。いや違うぞ。3秒だけ待ってやるなの。サフ持ってもらえませんか。某ジブリの悪役の人はサフ待ってくれたぞお前。目つぶし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 。えへへじゃねえんだよなお前。目つぶされてえへへじゃねえんだよな。もういつもの春なの。もう怖い顔しちゃダメなのよ。怖い顔の前に怖い行動してたけどね今。リリー、アッシュはどこに。一緒に来てるはずだけど。そうだよ、アシュセンがおらんのよな。知らないなの。あ、嫌われてんのね。アシュセン嫌われてんのね。アッシュのことだからきっとどこかでサボってるのよ。サボってんのか。そんなことないだろ。ちゃんと重要人物追いかけてくれるはずやけん。はる、張り切ってなの。うん、わかったよリリー。そうやな、マイヤさんね、うん、俺のそうだね恩師よ。あの人がおるけん今こうやって観察官になっとる。初任務なのよ。スキャンが完了しました。捜査資料をお渡しします。おい、ご苦労。お前が取りに行くんかい。データたちとっても頑張ったなの。リリーに見せてほしいなの。ふむふむなの。ハル、事件のレポートはこっちなのよ。うん。現場に入る前にリリーが教えてあげるのよ。よろしくよろしく。どんな感じ。状況とか教えてくれるんじゃ。被害者はこの家に住んでたアルバートラム。それは分かってます。はい、それは分かってます。はいはい、そうよね。ずっとこの年を守ってきたの。リリーたち小さい頃はよくこの家にも遊びに来てたの。でも3年前の実験の後、博士はリリーとも会ってくれなくなったの。ああ、3年前の事件がやっぱりどうにもか気になるな。何があったの3年前。具体的に事件があって何かあったぐらいにしか。これは別に同じこと。次か。博士の古い友人だね。マーサ・シモンズって誰だ。いや知らんのよ。まあ春は知ったかもしれんけど、切な刑事か知らんのよ。切な刑事観察官に教えてくれ。覚えてない。覚えてないんかい。じゃあ改めて教えてください。いや教えろや。今教えろや。リリーは知っとんだろ。今教えろや。そうだね。そうだねじゃないんですけど。とにかく先に知っておきたい。ここで観察官が来るのを待ってたら、キャーって悲鳴がして、びっくりしてここを離れた隙に遺体は消えちゃったのよ。あ、酔った酔った。遺体消えたんよな。遺体を目撃したのはカイロスの視覚記録からも事実なの。管理局は消えた遺体を探してるけど、まだ見つかってないのよ。そこで俺か。そこで俺の左手の力な。リリーには遺体を見つけてほしいって依頼が来ているのよ。ああ。だから俺なんじゃわ。消えた遺体。わざわざ運び出す必要があるってことね。隠そうとしたんか。でも隠そうとしたからって、もうすでに遺体が消えてることバレとうけんな。遺体に何かあるんか。隠すこと自体はバレても別に問題ないけど、遺体にある何かが見つかってほしくないみたいな、隠そうとしよった感じなんじゃ。死因はおそらく外傷性ショック死。死亡時刻はおそらく5時から8時。死因も死亡時刻も特定できない。どうしてこんなにあやふやな情報しかないんだ。
やっぱ死体のあれが、死体をちゃんと調べれてないけん、死体そのものをちゃんとチェックできてないけんかな。ああ遺体は確かに目撃されたはずなのに、今もバイタルは正常で生体反応があるのよ。え？博士の生体情報の発信源はあのラボの中のあたりなのよ。え、じゃあそっちに死体、もしくはカイロスが切り離されてその情報があるってことで。一度目撃された遺体が消えてバイタルも正常か。確かにおかしいな。なんだ博士を殺した理由は中からカイロスを取り出すためで、犯人の目的はそのカイロスってことか、カイロスの情報ってことか。別に博士に恨みがあったというよりは博士の体内のカイロスにもが欲しいって感じなんかな。だからこそカイロスはそのまま正常な状態で置いとかなあかんみたいな。遺体、体の中のカイロスを取るためなんじゃ。なるほど、ちょっと見えてくるな今の情報からしたら。博士が生きているか死んでいるか証拠が見つかっていないんだね。ラボで目撃された遺体は消えてしまったし、博士の体内の医療ナノマシンは今もあのラボの中で博士が生きてると言っている。いやどうなんでしょうね。管理局は博士が死んでいるのか生きているのかはっきりさせたいみたいなの。生きとってほしいけどそうはいかんのだろうな。博士の遺体かカイロスの発信源を見つけたらリリーがすぐに管理局に報告を送るのよ。ちょくちょくひらがななんやなリリーのメッセージちょくちょくひらがな混ざってきとんよ。なぜかもっと難しい漢字あるのにいやいやで、ラボに入れるんやね、こっから。レッツゴー。ああ。あ、来た！これ事件現場か。初めて見えるかな？この植物なんすか？3年前からあの植物あったん？いや、なかったね、これ。ですよね。何これ、植物。OK。おい、頼んだ。わかった。おい。まずは遺体について調べよう。ちょっと行き詰まったらそれを見るってこともありやな。よし、調べていこう。遺体発見時の現場を再現。なるほど。こんなも出してくれるんじゃすごいな。まるで本物みたいだけど、どこでどれぐらい正確なんだろう。97%、だいぶで。残り 3% で何なんだろうって。カイロスなんじゃな、それも。そうか。発見者が見た情報がそのまま再現されてるのか。遺体をよく調べてみよう。オッケー。そんな感じでぐるぐるできるんじゃ。どんな感じ？あ、こうか。面白いな、これ。こんな感じの調べ方できるんじゃ。あ、回転だけなんやな。こうぐるっと回転させる感じで胸に致命傷がある。これか。2センチほどの総傷。刃物か。凶器の情報はなかったから犯人、まあそりゃそうだろうな。凶器置いとくわけないわ。どう？あれ？頭部にもなんかある。なるほど。これは致命傷ではないけど、あ、でもあれか。胸に突き刺すんだったら一回倒してから、上から圧をかけるように刺す方がいいんかもしれんな。刺しやすさというよ。あ、倒れた時にね。
まあ倒して倒れとる状態に刺しに行くんが一番やりやすいか。これは首の後ろにも傷がある。インプラント処理ってことはやっぱカイロスに触れたんやな、定時送信されているはず、情報がな。おう、お前そんな隣におったん今。どれどれ。なるほど。報告にあった通り、今もバイタルは正常。やっぱり、カイロスは何ら無事な状態で取り出された。それを、首の後ろから出したってことか。本当は生きているのか。それとも、いや、死んどると思うよ。別に博士の生死は関係ないんよ。カイロスさえ生きとけば、みたいな感じじゃないんかな。そんな感じがするけど、他になんか情報ある？ある！右手？なんだろう。右腰か？ポケット？何かが入っとるけど、それ以上は何かわからんみたいに、なんか気になる。操作ログの収集ステータス。え？素手の中からどんぐりとか出てきたらどうしよう。リスかってなる。まあなんか情報が手に入った。倒れた時の傷があるってことは押し倒したやけんな。そこまでしなナイフが刺せれんってことは割と女性の可能性があるんよな。刺した人が。ありがとうリリー。知らんけどね。どうしたの？変だな。どういうことだ。何が？ああ、情報が正しいなら、博士は生きているはず。発見者の見た遺体の視覚記録とは食い違っている。カイロスの女性遺体情報はどこから送信されているんだろう。で、それはコーラボで間違いないはずなのによ。わかった。アドレスを調べてみよう。なんかごまかっしょやな。生体情報が生きてるって判断させるように誤信させようかな。焼いてて右手の指輪に触れる、腕輪に触れると部屋の中で調べられるアイテムがスキャンされます。そんなに分類なもんあるの。右腕のこれってそんな感じなの。どうやった今こうか。結構あるな。だったらでも重要なのはやっぱ地面のこれだろう。あれどこ行った。あ、しゃがんだ方がいいな。よし。これは博士のものだとスキャンで確認できとる。わざわざ見るまでもないんかな。ここで事件が起こったのは確実。はいはい。なんか離れたこの血は何。なるほど。こっちもなんかずれとるけど、台の血とかいう情報はない。わざわざちょっとこんな離れたところに血があるのも気になるところやけど。杖。あー、これ過去見える、過去見えるやつ。認証に失敗しました。え、どういうこと、どういうこと。これは生体認証が組み込まれた杖。いや、そうじゃなくて WOH01。 これはえ、いや、読み取るよな、いけるな。オッケー。ああ、これ以上話すことはない、出て行きなさい。恩師話しちょったん。そこラムハード博士の道具やけん、ラムハード博士。アルバート、アルバート・ラムファード。いやだが本名。最後話しとったってことやな。つまりこの恩師と、俺の恩師と。少し休むか。あれの植物、今の時点ではこんなにあんま伸びてなかったんじゃ。一定時間操作がなかったためシステムはスリープモードになりました。モード変更には管理者権限が必要です。WOH01 認証完了。この杖やな。あ、この杖で認証するんやな、このパソコンは。
WOH-01 の管理者権限によるアクセスを確認しました。システムを起動します。あ、ちゃうわ、 WOH なんとかっていうのがこの博士の認証パスワードだねな。 ID みたいなもんか。今日来るんだったか。誰がビジター、来訪者ってことか。え、8時、殺人の直前ぐらいじゃない、時間的に。あいつがこの花と一緒にあの子をこの年へ連れてきてからもう9年も経つ。え？誰と会うんじゃこれ。あの端末の中にカイロスに関係する何かがあった。わからない。どうにかして手に入れられないかな。一定時間操作がなかったためシステムはスリープモードになりました。さっきと同じ展開やな。博士の杖があれば端末のモードを変えられる。でもこの杖を使うには、はい、博士の認証が必要なんだよな。あれ、今の映像になんかヒントあった、もしかして。もう一度光って見えるものに影響を与えてみるのな。え、はい。博士の記憶の中ではこの端末にアクセスできたんでしょ。小さい。そうね、春が教えてくれたのよ。春は過去の時間に入ってる時光って見えるものに影響を与えられるって。え、過去改変できるの、もしかして。過去に干渉する力ってそこまで影響できるの？見えるだけじゃないの？思っていた時、あの短い間だけ博士の行動に影響を与えられそうな感じがしたな。どんな感じだよそれ。博士の行動を変える。もう一度だけ試してみよう。わーべー、そんなちょっともうチート地味な能力持ってんの、ハル。オッケー、じゃあ杖にもう一回ちょっと過去干渉を仕掛けるか。そんなのあり。前とすごい能力で。認証に失敗しました。どんな感じで干渉できるかやってみましょう。映像は一緒。これ以上話すことはない。なんかできるんか今。次やな。次パソコンの前に出てきた時が問題か。少し休む。一定時間操作がなかったため、でも同じ状況になったもんな。その時博士が何をしよったかって問題か。権限が必要ですのところでどうするべきか。これ掴んだ。WOH-01 の管理者権限によるアクセスを確認しました。システムを起動します。今日来る。何すればいいんだろう。でも WOH-01 の管理者権限を変更できます。一定時間内に操作を完了させてください。このまま戻るとこの情報は見られなくなってしまう。あ、春の干渉してくれる。こっち右じゃない、これ。プライベートじゃなくて。ここで博士が別の行動を起こせばエビリワンってあるもん。変えられる。変えられるんちゃうかなこれ。WOH-01 エブリワンの管理者権限をエブリワンに変更しました。これでみんないけるってことじゃ。そういうことか。あいつがこの花と一緒にもうこの辺は一緒。
博士の過去に干渉できたみたいだ。みたいやね。これでエビリワになったんやな。これも管理者コード変わったけん、いけるな。認証完了。よっしゃ。 WOH-01 の管理者権限によるアクセスを確認しました。システムを起動します。お願いします。すごいなんの、カイロスのデータを更新するプログラムがあったのよ。変更した情報がこの端末からサーバーに送られてるなの。今も動いてるのよ。博士はこのプログラムでカイロスのデータを改ざんしていたんだ。でも一体何のために。プログラムを止められれば変更前のデータが手に入りそうだけど、そしたらちょっと犯人に呼ばれそうやな。端末内のデータ、博士がそう仕向けたというよりは博士のデータを使って別の人間が仕組んだって考えるべきかな。プログラムを停止します。オッケー、プログラムは止まった。博士の本当の死亡時刻は午前7時55分。改ざんプログラムのことも一緒に報告しておこう。よっしゃー。これは8時に誰か来るっていうところ、ビジターがそのちょっと直前に殺されたってことになるんかな。なるほど。人通りの現場は調べられた。結構控えようもあったのに、そっちは重要なもんは調べられたかもしれんけどさ、まだ結構調べれるような場所あったのにな。調べて分かったことと見つけた証拠を組み合わせればきっと考えがまとまるんだよ。オッケー。Y ボタンってどれ？これか。おお、いろいろ出てきた。ファクトアイテムをつかみ、関連するログデータと組み合わせることで証拠を発見することができます。これがファクトデータ。どれどれ？これだろ？改ざんするプログラムが動いとったとか、まだ生きてる。はあはあ。あ、ここにピースがあるんじゃ。これやけど、上書きされとったっていう情報があったみたいな話。お、動いてるカイロスと組み合わせる。生体見守る方針カイロスは生体情報すべて記録して送信している。本来なら、正確な死亡時刻も、博士の居場所もすぐに分かるはず。医療センターに送信されていた博士の生体情報にはきっと問題がある。博士はおそらく、このカイロスの改ざんプログラムを使って、自分の行動が他人に分からないようにしていたんだ。カイロスは博士とリュースティスが一緒に作ったのよ。博士はきっとできると思うなの。でも何のためにそんなことを。もしかして自分のことをモニタリングされたくなかった。ユースティスに隠しておいたかい秘密が博士にはあったのか。博士も博士でなんか裏で活動していたっていう感じがするな。何かしらの悪いことしようとしとったっていう感じかな。結局遺体がどこに消えたのかは分からなかったけど、うん、そうか。管理局に捜査の報告書を送るなの。よっしゃ、行ってこい。これで現場の捜査は完了なの。その回転かわいいね。よし、まずは現場調査が完了。